よし。じゃあこっから、もう一回頑張っていきたいと思います。さっきのプレイで、正解だったであろうところをまず消化しよう。職員室行って、鍵束をゲット。電話も試してみようか。電話だ、電話があるじゃないか。電話をすればいいな。とにかく電話をかければ誰か助けに来てくれるはずだ。あ、かける場所があんのか。警察。僕は急いで受話器を取った。ダメだ、電話が切れている。あいつら電話線まで切りやがったのか。ああ、じゃあま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 あ、これは予想してました。宿直室に行って、ここで一応アンプルがどこにあるか聞いてみようか。アンプルはどこだ。知らないね。僕はナイフの刃を押し付けた。嘘をつくと殺すぞ。僕にはもう時間がないんだ。お前を道連れに殺してもいいんだぜ。奴の額に冷や汗が浮いている。本当に知らないんだ。日野しか知らないんだよ。どうやら本当に知らないようだ。どうする。あ、どうして殺そうとするのか聞くっていうのは必要なのか。まあ、ここは飛ばします。はい。職員室で鍵を手に入れ、宿直室で振動を縛って懐中電灯を手に入れて、花壇でこけしを掘り返し、科学室で、レポートを手に入れ、そして美術室でノコギリトンカチを手に入れたところです。こっからや。新聞部の部室で殺されたんやな、前回は。あの時に選択肢をしっかりしとけばなんとかできたかもしれん。ここで保存しよう。まず新聞部の部室行きます。じゃあここでテーブルを調べたら死んだんや。ここでじゃあ先に棚を探してみよう。うわ、僕は棚を探した。これといったものは。うわ、突然僕の足に激痛が走った。足元を見ると岩下が僕の足に噛みついていた。こいつテーブルの下に隠れていたのか。殺してやる。岩下は髪を振り乱し僕に襲いかかった。手には縄が握られていた。あれは僕の手足を縛っていたロープ。僕は体勢を立て直す間もなかった。倒れる僕の首にぐるりとロープが巻かれる。これじゃ結局やられるんちゃうか。いやでもナイフも持ってるし、なんとかならんか。死ねえ。そして岩下が力を込める。ゲー。僕は岩下の腕を引き剥がそうとしたけれど、びくともしない。とても女の子の力とは思えない。だんだん力が抜けていく。頭の血管がドクンドクンと激しく脈打っているのがわかる。こんなところで僕は死ぬのか。僕はロープは容赦なく僕の首を絞める。目の前が赤く染まっていく。僕は床に倒れた。赤い闇を透かしてかすかに勝ち誇る岩下の笑顔が見えた。あかんのかい。岩下強。くそ。じゃあ新聞部の部室行った時点で負け確や。負け確定。そしたらトイレかな。と細田を探そう。クイックセーブしてるから細田見つかるまでちょっと細田を一発で見つけるようにしましょう。もう一回読んだテキストは読まずに行きますんでね。とりあえず見つけるまでやります。ない。結局図書室も何もなかったもんな。フラグを立てなあかんのかもしれんけど。商用便器ない。女子トイレか。
じゃあ一回女子トイレ行こう。女子トイレには個室が4つある。なんとなく気が引けるけど、今はそんなことを言っていられない。4つあるんか、余計時間かかるな。奥から順番に行こう。ここにしよう。僕は個室をくまなく調べた。ない、ダメだ、他を探そう。はい、3番目。ない、ない、ない。トイレも何にもないんか。フラグが立ってないから、どっかで。ない。一番手前。ない。あれ？トイレは男女、1階から4階まで男女全部見たけど、何にもなかった。トイレも何にもなかった。図書室も何もない。教室か。そう当たりやな。何かあったらロードする感じでいこう。じゃあ1階から。これはきついな。これはきついわ。総当たりでいきます。僕は教室に入ってみた。整然と並べられた机と椅子、こうして見ると昼間は生徒が使っているなんて思えない。教室もいつもより冷たい感じがする。とにかく探さなくちゃ。まず教壇を調べる。ない。次に机を調べる。もちろん机の中もくまなく調べる。ない。部屋の隅々までくまなく調べる。この教室にはなさそうだ。教室1個3分か。すげえな。じゃあ左から2番目。ない。4番目。おっ、まず教壇を調べる。何か入っている。急いで取り出してみた。折れたチョークだ。僕はがっかりした。机には何もなかった。部屋の隅々までくまなく調べる。この教室にはなさそうだ。ドキッと刺すやん。1階の教室は何もなしか。じゃあ2階。これはどういうことかな。他のメンバーがその決まった時間に決まった場所を移動してんのかな。そこで出会わんとあかんのやろか。まあ、わからないんで、とにかく総当たりします。2階の教室。こうやってね、自分で攻略すんのがね、好きなんでね。時間かかると思いますけど。あれ、今何番目の教室見たっけ？一回選んだとこ暗くしてほしいな。お！あー、違った。次は机だ。一つの机の中に小瓶があった。ひょっとしたらこれが。でも違った。鼻を近づけてみると、鼻のような香り。香水だ。コロンと言うんだろうか。こんなものを学校に持ってくるな。僕は八つ当たりをしながら瓶を元に戻した。あとは特に変わったものはない。この教室にはなさそうだ。今のでまた何番目の教室だったかわからんようになった。じゃあ6番目。お、来ました。一つの机の中に封も切られていない手紙が入っていた。差出人の名前もない。もしかしてラブレター？ちょっと見てみようか。ちょっと待って、先にメモっとこう。2階6番目教室な。よし、見てみよう。僕は手紙の封を開けてみた。カサカサと音をさせながら便箋を開いてみる。何？この手紙を読んだ人は24時間以内に死んでしまいます。だって
死にたくなければ同じ文面の手紙を3通書いて出しなさい。不幸の手紙だ。よりによってこんな時に。不幸にドーンと追い打ちをかけられた気分だ。見なければよかった。僕は手紙を戻した。なんやねん、クソ。クソ。ぬか喜び。じゃあ一番右。クソ、メモらんかったよかった、さっきの。ああ、2回もなんもなしか。3回もなんもなし。4階の一番左から。これは一発でクリアは無理やな。左から2番目。お、教団を調べる。中に何か入っているようだ。なんだろう。僕は手を突っ込んでみた。痛い。慌てて引き出す。よく見てみると、教団の中にはびっしりと画鋲が貼り付けられていた。日の太刀の仕業だろうか。僕がここに手を突っ込むと分かっていたのか。いや、そんなはずはない。偶然さ。そうに決まってる。この教室にはもう何もないようだ。もう。一番右。最後の教室やぞ。ああ、何にもない。全部の教室回ったけど、なんか不幸の手紙とか、教団の中の画鋲とか、その程度のもんしかなかった。どこや？旧校舎には目的がないから、もう一回旧校舎行ってみようかな。ああ、やっぱり何にもない。何の手がかりもなく、すべての教室とすべてのトイレを探したというのに、旧校舎には行きたがらへん。ああ、びっくりした。ちょっとどうせ時間を大幅に無駄にしたから、ロードするの前提でちょっと校門から外に出てみよう。出ようとしたらどうなるのか。校門の外に出る。僕は校門から出てみようと思った。日野の言ったことなんて案外はったりかもしれない。僕はゆっくりと校門から足を踏み出そうとした。できない。いくら理性が大丈夫だと言っても怖くて足が動かない。もし本当にアンプルを壊されたら、僕には毒の種類はわからない。医者にも説明できないのだ。僕は諦めた。そうか。教室トイレは何もなかった。校門も何もない。花壇も何もない。新聞部の部室に行くと死ぬ。調理実習室は一回行ったと思うけど、ちょっともう一回行きます。やっぱりこれは見たよな。美術室を全部見てなかったかな。ノコギリとトンカチ見つけて満足してたから、僕はもう一度美術室に戻ることにした。お、これはもう一度って言ってる。じゃあ美術準備室に行ってみよう。僕は美術室の隣にある美術準備室に向かった。どうする？戸棚を探す。お、僕は戸棚を調べることにした。戸棚には美術部の生徒が描いたらしい絵がたくさんあった。こんなところにアンプルなんかあるわけないか。おや、僕はその中から1枚の肖像画を見つけた。岩下だ。誰が描いたのかわからないが、そのキャンバスに描かれていたのは紛れもない岩下明美だった。何かに使えるかも。僕はその絵を持っていくことにした。うわー、あったか。美術室はいろいろあったんや。メモメモ。美術室が、美術の準備室。準備室の戸棚。一応机も探そう。肖像画を見つけた。また岩下だ。そんなことないな。はい、何もないと。
岩下の肖像が何に使うねん。一応棚と机も見とくか。な、僕は棚を探した。いろいろな美術関連の本が入っている。アンプルらしきものはなかった。どこを探す？突然棚のガラスに人の影が映った。後ろに誰かいる。どうする？振り返るか？それとも気がつかないふりをしてもう少し棚を探してみるか。いや、振り向いた方がええやろ。絶対こっちのこと狙ってる。振り向こう。僕は振り向いた。うわ、後ろにいた人間が声を上げてのけぞる。今だ。僕は肩から体当たりをかました。う、肩に激痛が走った。不意をつかれたそいつはあっけなく床に倒れた。僕はそいつに踊りかかった。誰や？笠間か。貴様。僕は笠間の首を締め上げた。笠間は苦しそうにうめき声を上げた。苦しい。話してくれよ。死んじまうだろ。どうする？いや、これ緩めたらやばい。もっと一回締め上げようか。もっと首を締め上げる。まあ、殺しはせえへんやろ。わかるやろ？その力加減わかってや。殺すつもりはない程度にやってよ。もっと首を締め上げる。僕は遠慮なくもっと首を締め上げた。ふざけるな。死にそうなのはこっちの方だ。やめろ。ぐえ。こんなことをすると日の立ちが黙ってないぞ。風間の手からカンナがこぼれ落ちた。まさかこれで僕を後ろから襲うつもりだったのか。うわ、人のこと削るつもりやったんこいつ。風間は首を絞められながらもうすら笑いを浮かべている。どうする？どうしよう。頭を棚にぶつけてやろうか。もう奴に遠慮することはない。首を締め上げたまま戸棚の中に風間の顔を突っ込んだ。ギャー。ああ怖い、ああ怖い怖い。ものすごい音がしてガラスが割れ、その中に風間の頭を押し込んだ。ガラスで頭を切ったのか、風間の額から一筋の血が流れ落ちていた。殺すぞ。僕は風間の耳元でそう言ってやった。許して悪かった。やるやん。まあ、残り27分やからな。途端に風間は人が変わったように僕に許しを請うた。僕が許してくれと頼んだ時、こいつらは笑っていやがった。それなのにこいつは今、手のひらを返したようにおとなしい。何でもしますから許してください。お願いです。3年やのに。何でもする？本当か？僕は念を押した。はい。風間は何度も大きくうなずいた。うなずくたびに風間の頭から血が流れ落ちた。どうする？一応まあどこにあるのか聞くか。アンプルがどこにあるのか聞く。アンプルはどこにある？知らないよ。まあそうやな。どうして殺そうとするのか聞く。これでまたつまらん理由を聞かされるんやろな。どうして僕を殺そうとするんだ？答えろ。復讐するためさ。風間は一瞬にやついたが、すぐに自分の立場を理解し、情けない顔をして言い直した。復讐のためです。なんでだ？僕はお前なんか知らないぞ。なんで復讐されなきゃならないんだ？それが風間の気に触ったようだ。突然僕を睨みつけ強気な態度を取った。忘れた？だと？お前が忘れても僕は忘れないさ。2ヶ月前の雨の日を覚えているか？そんなこと覚えているか？あの日僕はデートだったんだ。その時水たまりを通ったお前に水を引っ掛けられたんだ。僕のズボンは汚れた。あの日初めて履いたズボンをお前は汚したんだ。それなのに謝りもしなかった。僕のデートは台無しだった。だからお前を殺さなきゃ気が済まないんだよ。風間は目を血走らせ僕に襲いかかってきた。僕は奴を殴り飛ばしもう一度押さえつけた。呆れて何も言えない。本当にそれだけの理由で僕のことを殺そうとしたっていうのか？
ズボンに水が跳ねただけで、しかもそれがわざとじゃなく偶然起きたことなのに。さらに僕はそんなことがあったかどうかも覚えていないのに。けれどそれを根に持って僕を殺そうとした？こいつ頭がおかしい。僕は改めて恐ろしくなった。僕はこんな連中のために死ななきゃならないのか。殺せよ、殺せばいいだろ、ペー。風間は僕に唾を吐きかけた。こいつ削ったろか。どうする？とりあえず殴ろ。もう一度殴る。食らえ。僕は風間の顔にパンチを食らわした。うぶ。風間はものすごい目で僕を見た。どうする？もう一回殴ろ。食らえ。僕は風間の顔にパンチを食らわした。うぶ。風間はものすごい目で僕を見た。6分間殴り続けるのすごいな。まあまあ縛らなあかんわな。縛っておく。僕は美術室にある電気ドリルのコードを引き抜くと、それで風間のことを縛りつけた。そして口の中に雑巾を押し込もうとした。やめろ、汚いだろ。僕の美しい香り何するんだよ。うるさい、殺されないだけでもありがたく思え。僕は風間の口に汚れた雑巾を押し込んだ。もごもご言ってもがいていたが、すぐに諦めておとなしくなった。さあ行動に移そう。なるほど、美術室の棚やな。美術室の棚も必要やったんや。もう時間がないけど、まあ、机を探す。さすがにもうないけどね。ないと思うけどね。ああと思った、なんかある。僕は机を探すことにした。一つずつ中を覗き込む。暗くてよくわからないけれど、あ、これはなんだ。引っ張り出してみると、掘りかけの版画の板だった。誰かの忘れ物だろうか。版画か。そういえばここになら何か武器になるものがあるかもしれないな。いや、お前もうノコギリとトンカチを腰のベルトのところに刺してんねん。お前は美術室はもう終わりやな。時間がないけど時間切れエンドも見てみたいしな。でも岩下の肖像画を持ってるっていうのがなんかポイントになるかもしれんから、新聞部の部室行ってみようかな。時間ないけど。誰もいないと。棚を探してもテーブルを探しても岩下にやられんねんな。一応棚の方がええかな。テーブル探した場合は新井と二人がかりやったから。棚を探す。うん、岩下が来る。時間切れになってるけど大丈夫か。お、来た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 。岩下にロープで首を絞められて、僕は苦しさのあまり手に持っていたものを投げ出した。ここで肖像画や。が、その瞬間首のロープが緩んだ。そうか、僕の持っていた岩下の肖像画に驚いたのか。僕は急いで首からロープを外すと、その肖像画に手を伸ばした。どうする？ロープから逃げただけなのに、なんか逃がしてやるとか縛り上げるとか、なんか圧倒的優位に立ってるみたいになってるけど、どういうことやろ。とりあえず殺そうとする理由聞こうか。あーか、時間切れや。突然頭がクラッとした。慌てて時計を見る。カウントはゼロだ。体中から力が抜けていく。僕は死んでしまうのか。僕は最後の瞬間、日野の笑い声が聞こえたような気がした。なるほどな。よし、ここやな。とりあえず理由聞くか。殺そうとする理由を。どうして僕を殺そうとするんだ。僕は尋ねた。初対面の人にそこまで憎まれる覚えなんてない。うわ、気持ち悪い。岩下はニヤッと笑った。あなた私を見て笑ったでしょ。だからよ。なんだお前の理由シンプルすぎる。すごい短い。
そんなことで人を殺そうと思うものなのだろうか。大体僕にはそんな記憶はない。うふふ、あれは今年の入学式の日、新入生のあなたが私に笑いかけたのよ。でも誤解しないでね、別に怒っているわけではないのよ。岩下が言った。僕の考えを読んだのか。でもそれでは余計に理解できない。怒ってないならなぜ僕を殺す。うふふ、わからない。あなたの笑顔を見て、私はあなたを好きになったの。だから独り占めしたいのよ。うわあ、そうか。殺されるエンドの時、死体は私がもらえることになってるって言ってたもん。そういうことか。怖っ、こいつ。岩下はニコニコと笑っていた。そんなバカな、そんな風に人を好きになることがあるんだろうか。目の前に立っている岩下が不気味な生き物に見えた。その瞬間、荒いか。ザクッという音とともに僕の背中が切り裂かれた。しまった、もう一人隠れていたなんて。倒れながら振り返ると、彫刻刀を持った荒いが僕を見ていた。岩下の声が聞こえる。あ、これは読んだな。オッケー、飛ばしましょう。このトライアンドエラーの感じな。いや、嫌いじゃないですよ、楽しい。ただ編集が大変そうやなっていうだけで。新井をどうするかやな。さっさと縛り上げるか。ほんじゃ縛り上げる。ああ、僕は岩下を縛ろうとした。でもそれには彼女をおとなしくさせなくてはならない。少し脅しをかけてやろうか。なんという？殺すという、怪我をさせるという、呪ってやるという。こいつに効きそうなのは呪いかな。殺すとか怪我とかどうでも良さそう。呪ってやるにしよう。しかもだって俺のこと好きなんやろ。じゃあ呪ってやるという。よくも僕を殺そうとしたな。お前を呪ってやる。岩下がハッと青ざめた。何ですって？聞き返すその声も震えている。呪ってやると言ったんだ。お前に悪霊を取り付かせるぞ。もちろん僕がそんな方法を知っているはずがない。でも岩下は本気にしたようだ。やってみなさい。あんたも道連れよ。目がつり上がっている。どうやら本気らしい。これでは危なくて近寄れない。ああ、逆効果。逆効果か。じゃあ驚かすからの。お、来た。この絵を引き裂いてやろうか。やめて。岩下が悲鳴を上げた。案の定、この絵は岩下にとって大事なものらしい。岩下は今にも泣きそうな顔でひざまずくと祈るように手を合わせた。お願い、その絵だけには手を出さないで。その時だった。うわぁ、背後から誰かが襲いかかってきた。これはまだなんとかなりそう。どうする？どれや。ニーカさん、肖像画を縦にして、いやでもこれ肖像画を縦にしたって、どうなるやろ。彫刻刀で襲いかかってきてるから、肖像画を盾にして、肖像画がボロボロになったことによって岩下がどうなるかが怖いな。でもナイフ振り回して切りつけてもても嫌やしな。肖像画でいこうか。僕はとっさに振り向くと、岩下の肖像画を突き出した。肖像画に彫刻刀が突き刺さる。おー、こんな顔するんや。死ぬんだよ、真田くん。新井は手に持った彫刻刀で肖像画を切り裂いた。これはどうなる？そしてキャンバスに開いた穴から嬉しそうな顔を覗かせた。ひー。新井が肖像画を切り裂くのと岩下が叫ぶのと同時だった。おお、殺してやる。そして岩下は怒りに顔を引きつらせ襲いかかった。僕ではなく新井にだ。新井にとってはまさに予想外のことだったろう。岩下と
揉み合ったうちに彫刻刀は岩下の手に移った。死ね死ね死んじまえ、ああやばそう。うわギャハ。そして岩下は何かに取り憑かれたように新井の胸に何度も何度も彫刻刀を突き立てた。僕はその光景をただあっけに取られたまま見ていた。新井のワイシャツが血で赤く染まってゆく。そしてワイシャツが赤く染まるのと反比例に顔はどんどん青ざめていく。もう息はしていなかった。真田、あーさらにこっちに来る。怖いこいつ。突然岩下がこちらに向き直った。僕はその岩下の顔を見て動けなくなった。こんなに恐ろしく変わり果てた人の顔は見たことがない。岩下に殺される。あ、突然岩下は自分の顔に彫刻刀を突き立てた。この絵がなくなったら私も死ぬわ。この絵は私の愛した先輩が描いてくれたの。先輩はこの絵を残して卒業しちゃったから殺してやった。私を置いていくやつは許さない。真田、先に地獄で待っててあげる。あんたの命ももうすぐ終わるのよ。やばすぎる。あ、やばすぎる。僕は止めることができなかった。岩下は自分の顔を彫刻刀でめった刺しにすると最後にそれを喉に突き立てた。ヒュー。口からかすれた声を漏らし、パックリと割れた喉から血しぶきを上げ、岩下は説明した。物質は二人の血で真っ赤に染まった。絶命した岩下の顔は切り裂かれた肖像画と同じ顔をしていた。冗談じゃない。みんな頭がおかしい。僕は腰が抜け、血の海となった物質にへたり込んだ。ズボンに水が跳ねたから、声をかけられて返事をしなかったから、それだけで僕は殺されるのか。どうせ岩下や新井だって僕を殺すのに大した理由なんかあるわけがない。こいつらみんな殺人鬼なんだ。僕はたまたま殺人鬼集団の生贄になっただけなんだ。僕は死ぬ。僕は死んでしまう。とにかく立ち上がらなければ。とにかくアンプルを探さなければ。うわ、僕は足が震えるのと床が滑るのとで立ち上がれない。体勢を崩した途端、棚から一冊のノートがこぼれ落ちた。そのノートには恨みのノートと書かれてあった。なんだこれ、読んでみるか。読まない方がいいってないね。ここまでは大丈夫そうやな。ここまでは大丈夫そう。保存します。よし、だんだん進んでるぞ。読もう。僕は血まみれの手でそのノートをめくった。そこには日野や新道のたわいもない愚痴が書かれていた。コーヒーをこぼされた、犬に吠えられた、靴を隠された、くだらないギャグを言った。愚痴？ああびっくりした。突然肩を叩かれた。これが自分が叩かれたんかと思った今。このノートに書いてあることな、眠いのにうるさかった、笑い方が下品だった、謝らなかった、貸したお金に利子がついてなかった、ノートを写させてくれなかった。そんなくだらない内容と一緒に何人もの名前が書かれていた。処刑リスト。僕は息を呑みページを読み進めた。あった、一番最後に僕の名前、そして一緒にこう書かれていた。よう真田、お前が新聞部に戻ってくると思ってこのノートを棚の中に置いていってやる。見つけたらよく読め。俺たちが今までに殺してきた罪人たちだ。お前が殺される理由は多大だ。死刑になってもおかしくない罪を犯した。罪状は次の通り。風間のズボンに水をはねた。振動が呼び止めたのに無視した。新井が電車で立っていたのに席を譲らなかった。岩下のことを見て笑った。お前が買った分で食堂のカレーは売り切れになり、細田は食べることができなかった。福沢はお前の吐き捨てたガムを踏んだ。そして俺の親父はお前の親父と同じ会社に通っている。
そこでお前の親父が昇進したために俺の親父は昇進できなかった。もう最後はマジで俺関係ない。だからお前は死に値する日野。僕は最後のページをめくった。ノートの一番最後にはこう書いてあった。この世を楽園とするために選ばれた人間たちの集団、殺人クラブと。殺人クラブだって。そんなクラブ聞いたことない。こいつら全員殺人クラブのメンバーなのか。僕はノートを投げ捨てた。血の海に落ち、ノートはべちゃっと音を立てた。疲れた。時計を見ると残された時間はあとわずかしかない。どうする。僕はまだアンプルを探す気力があるんだろうか。あの殺人クラブの連中を相手にして。ここで負けたらあかんやろ。ここで負けちゃならない。僕は立ち上がった。ここで死ぬなんてごめんだ。勇気を持って奮い立て。どこを探す。よしよし、保存。いけるぞ。一応探すか。棚を探す。僕は棚を探したら別にこれといったものはないようだ。どうしようか。テーブルを探す。何もない。ああ、じゃあもうロードする。もう3分6分惜しい。じゃあ場所を変えよう。あとは後はどこや。こっからまた完全に手がかりがないぞ。残りのメンバーが細田と福沢、日野。旧校舎に行く目的っていうのをまだ見つけてくれてない。多分全員倒した、もしくはほぼ全員倒した後、最後の敵は旧校舎にありみたいなことになるんかな。どこやろ。じゃあ保健室か。ベッドのあたりを探す。お、僕はベッドを調べることにした。特に怪しいところはなさそうだ。そう思った僕の耳に変な音が聞こえた。例えて言うならば、何かが荒い息を必死で抑えているような。細田や。カーテンの向こうがベッドの下。ベッドの下。僕はベッドの下を覗いた。暗がりの中で光る二つの目が見えた。うわ、叫んだのは僕だったのか、それともやつか。とにかく正気に戻るのは僕の方が一瞬だけ早かった。よっしゃ、先手取れ。僕はベッドの上に飛び乗った。グエ、苦しそうな声が聞こえた。苦しい、解いてくれよ。この声は細田だ。いくら体の大きなあいつでも、僕もろともベッドをひっくり返すのは無理だろう。僕を殺そうとして待っていたんだな。残念だけどやられるわけにはいかない。薄いマットレスを通して細田が身をよじっているのがわかる。アンプルがどこにあるのか聞かせてもらおうか。僕は土足のままベッドをバンと踏みつけてやった。やめてくれよ、苦しいよ。どいてくれたら言うからさ。本当に苦しそうな声だ。僕はベッドからどいてやることにした。別に細田を痛めつけたいわけじゃないからな。しかし僕がベッドから降りた瞬間、うお、細田がベッドを跳ね飛ばした。まだそんな力が残っていたなんて。硬いパイプベッドが僕にぶつかった。カーテンを巻き込みながら僕は窓ガラスに激突した。ガシャーンとガラスが砕け散る。幸運にもカーテンがガラス除けの役目を果たしてくれた。これがなかったら僕は全身傷だらけになっていただろう。細田は太い腕を突き出して襲ってくる。あれに掴まれたら、
僕の腕では振りほどけない。僕は散らばっているガラスの破片を取り上げた。とっさの行動だった。手にしたガラスの破片を思いっきり突き出す。お前もっと武器持ってるやろ。ギャー。ああ、ガラスの破片は突き出した細田の耳をそぎ落とした。痛いよ痛いよ、僕の耳が。細田はわめきながら手で血を止めようとしている。どうする？ここは強気な態度に出ましょう。バランス悪いからもう片方も行きましょうか。言うとこ。泣くんじゃねえ。僕は転がる細田の脇腹を蹴り上げた。ゲー。細田は汚らしくも未消化の内容物を吐き出した。そして僕は細田の髪をひっつかむと顔を思いっきり引き上げた。てめえ今までに何人殺しやがった、この殺人鬼め。そのくせ自分が痛い目に遭うと泣き出しやがる。これ以上泣くともう片方の耳もそぎ落としちまうぜ。来たな、乗ってきたな。僕は今言い知れぬ怒りに燃えていた。こいつが何人もの罪のない人間を殺したかと思うと腹が立って仕方がない。僕の脅しが効いたのか、細田は大きな体を縮こまらせブルブル震え出した。とりあえず泣くのだけはやめたようだ。泣くのをこらえようと一生懸命に鼻水をすすっている。どうする？と、あー、理由はノートに書いてあったもんな。殺人クラブについて聞こう。殺人クラブってなんだ？教えろ。それだけは勘弁してよ。殺されちゃうよ。細田はまた泣き出した。泣いてもお前は殺されるぜ。さっき新井も岩下も死んだ。お前も死にたいか？僕の言葉がよほどショックだったのだろう。あとは細田はペラペラと聞きもしないことまで喋り始めた。助けて、僕を守ってよ。何でも喋るから。殺人クラブっていうのは昔からあるんだよ。僕も詳しいことは知らないんだけれど、決して表立っては行動しないんだ。裏のクラブだからわかるだろう。ね、ね、それでね、今の部長が日野様なんだ。この学校ではね、日野様に逆らうやつはみんな殺されるんだよ。今クラブには7人しかいないけれど、みんな怖い人たちなんだよ。そうだ、僕から日野様に頼んであげるでぶよ。君が殺人クラブのメンバーになれるようにさ。どう？いい話だろ。そうすれば君も死ななくて済むでぶ。嫌なやつはみんなで殺すことができるでぶね。そうしようよ、でぶでぶ。こいつなんてことを言い出すんだ。僕に殺人クラブに入れだと？甘く見るなよ。人を見て物を言え。ふざけたことを言うとぶっ殺すぞ。いや、お前殺人クラブやないか。殺人クラブの発想やないか。僕は細田の目の前で血に染まったガラスをちらつかせた。ごめんなさい、ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったんだよ。そうだよね。君はこんなクラブになんか入るような人じゃないよね。代わりにアンプルのある場所を教えてあげるよ。だから許してよ。なんだと？僕は一瞬自分の耳を疑った。お前アンプルの場所を知っているのか？うん。細田は何度もうなずいた。本当に知っているようだ。嘘をついたらぶっ殺すからな。細田は大きく首を振った。嘘なんかつかないよ。助けてくれるんなら何でもするから。アンプルはね、旧校舎にあるんだ。僕ね、日野様が旧校舎にあれを隠しに行くのを見ちゃったんだよ。どこかは知らないけれど、絶対に旧校舎にあると思うよ。旧校舎か。あ、このことは絶対に内緒だよ。そうでないと僕は殺されちゃうからさ。お願いデブ。僕はすがりつく細田を突き飛ばした。旧校舎。僕は時計を見た。残り時間はあとわずか。急がないとならない。しかしその前に行っておかねばならないところはないか。まだ福沢に会ってないねんな。ちょっと時間を使いすぎた。一回ロードして今のもう一回やります。よし、1時間33分を残して、とりあえず旧校舎に行ってみよう。で、
バッドエンドになったらまた考えよう。時間がない。僕は旧校舎の中に飛び込んだ。さすがに暗い。普段ならば絶対に一人でこんなところになんか来ないだろう。だが今はそんなことを言っていられない。僕は懐中電灯の明かりをつけた。旧校舎は3階建てだ。どこへ行く？うわ。3階のトイレから行こうかな。ようわからんけど。奥から順番に。僕は3階のトイレに行くことにした。トイレには男子トイレと女子トイレがある。女子トイレから行こう。あー、またこのパターンか。また総当たりかな。奥からライトを当てる。そして個室をくまなく調べた。ない。ダメだ。他を探そう。ダメだって。イントネーションおかしになってきた。どこを探そうか。奥から2番目。お、来た。そして個室をくまなく調べた。ない。ダメだ。いや、待て。トイレの、何これ、これ何や。桟橋の桟やけど、桟って読むんかな。トイレの桟って読むんやろか。ちょっと分かれへん。何か乗っている。僕は懐中電灯で照らしてみた。それは黄色い液体の入ったアンプルだった。見つけたやん。見つけた。あれだ。ついに発見したぞ。僕は手を伸ばした。キー。突然甲高い叫び声が聞こえたかと思うと、僕の背中に何かがぶつかってきた。ギャ。肩に何か突き刺さっている。引き抜くとそれはシャープペンだった。死ね、死んじゃえ。誰かが僕の首を絞めてきた。僕の手を離れて転がった懐中電灯はそいつの顔を照らし出した。まあまあ福沢やったわな。そうやな、福沢やと思った。福沢だった。離せ。僕は福沢を突き飛ばしたが離れない。ギャ。僕の顔に激痛が走った。福沢の鋭い爪に引っかかれたのだ。思わず顔を覆った。その手に福沢が噛みついてきた。うわ、もう野生的。ファイトスタイルが野生的。くっ、あと一歩なのに。どうする。とりあえずレポートを使おう。使うってようわからんけど、あのレポートを使おう。僕はあのレポートのタイトルを読み上げた。確かあのタイトルは、どれや。人間の生と死に関する100日間の動向かな。もうそれでもどれでもよくない。どれでもはってせえへん。勝手に5やったと思う。5。僕は大きな声でレポートのタイトルを叫んだ。しかし福沢の動きは止まらなかった。僕に噛みついたままポケットからもう一本のシャープペンを取り出す。そしてそれを素早く僕の目に突き立てた。間違ってたか。脳の中心にまで焼けた火箸を突っ込まれたような衝撃。自分が叫んでいるのかそうでないのかもわからなかった。ただ脳みそをかき回されるような痛みに僕はなすすべもなくのたうち回った。次の瞬間、僕の上にとどめの一撃が振り下ろされた。あー、くそ。名前間違ってたか。はい、動画を確認しました。人間の生と死に関する100日の動向。人間の生と死に関する100、これや、これです。人間の生と死に関する100日の動向。100日間、間があるなしでそんな変わる？僕は襲いかかる福沢にレポートのタイトルを叫んだ。突然福沢の動きが止まった。なんで知ってるの？
暗くて読めないが、僕は手に持ったレポートを福沢の前に突き出した。これを科学室で見つけたのさ。お前はひどい女だ。こんなものを受け取る教師も教師だがな。返して。福沢がそのレポートを奪おうとしてきた。だが簡単には渡せない。おっと、これがそんなに大事か。僕は福沢の手をすり抜け、レポートを高く持ち上げた。返してよ。福沢にとってはよほど大事なレポートなのだ。そりゃそうだ、一人の人間の死ぬまでの記録を取ろうなどという大それたレポートなのだから。あ、福沢に引っかかれ、レポートは僕の手から落ちた。そして風に乗り、レポートは舞い上がると窓の外へ飛んでいった。え、まさか、まさか、私のレポート、危ない。福沢が窓の外に手を伸ばした時、窓枠が折れた。窓枠の木が腐っていたのだ。何十枚という真っ白い紙とともに福沢の体が宙に舞った。落ちていく福沢は落ちながらも僕を睨みつけ、何やら呪いの言葉を吐いていた。ドシャリという重いものが地面に叩きつけられる音が響き、僕は窓から身を乗り出した。落ちないよう気をつけながら。下では福沢が大の字になって倒れていた。首はあらぬ方向にねじれ曲がっていた。完全に首が折れている。月明かりに照らされ、白いセーラー服の上にまるで紙吹雪のようにレポート用紙が舞い落ちていった。生と死に関する記録を綴ったレポートは完成することなく福沢の上に降り積もってゆく。福沢は自らの死をもってレポートを完成させたのかもしれない。そうだ、こうしてはいられない。僕は急いでトイレの3でええんかなに手を伸ばし、アンプルをつかんだ。落とさないように、そして握りつぶしてしまわないようにゆっくりと。僕はそのアンプルの蓋を取ると一気に飲み干した。時計を見る。1時間12分も残ってるで。ふう、どうやら間に合ったようだ。これで僕は助かったのか。時間が来るまでここで待っていよう。え、ここでもうちょっとええとこで待とうや。よし。僕は何度も深呼吸をし、もう一度時計を見た。約束の時間はすでに過ぎていた。僕は生きている。僕は助かったんだ。自然と涙がこぼれ落ちる。生きてるってこんなに素晴らしいことなのか。僕は生まれて初めて生きてる喜びをかみしめた。よかった。僕はもう一度ため息をついた。どうする？このままここで朝を迎えるか、それとも家に帰ろうか。まだ日野がおるやんか。手に入れたトンカチとノコギリも使ってない。まあもう大丈夫でしょう、保存しても。よし、家に帰ろうとしたら日野が来るんちゃうかな。うちに帰る。助かったことが分かると急に怖さが増してきた。ここは真夜中の旧校舎なのだ。こんなところで朝まで待つことなどとても恐ろしくてできない。僕は投げ出された懐中電灯を拾い上げ立ち上がった。そして何気なしに折れた窓枠に目を留めた。腐ってボロボロになった木でも少しはしっかりしてそうだ。ん？どういうことや。僕に一つの考えが浮かんだ。使えるかもしれない。僕は折れた窓枠を手に取った。それこそまさに神の警告だったのかもしれない。え、どういうこと？窓枠を手に取って、え、どういうこと？肖像画モノマネとかをするってこと？どこでも肖像画モノマネができるようになったってこと？枠があるから。っていうかこの絵怖いな。めまいがする。どっと疲れが押し寄せた。いや俺も疲れてるわ。もう何時間やってんね。それにしてもよくあれだけ動いたものだ。僕は自分の体力に敬服した。よろめきながらも棒になった足をゆっくりと交互に前へ出す。
階段を降りる作業がとてもつらい。一段降りるごとに足を踏み外しそうになる。足に全く力が入らない。なんとか1階まで降りた頃にはそろそろ空が白み始める時間になっていた。帰ろう、家に帰ろう。僕は自分を元気づけるため何度もそうつぶやいた。日野はおった。目の前に校門が見える。そして校門の前に奴は立っていた。腕を組み僕が来るのを待ち構えていたようだ。日野、随分とやってくれるじゃないか、真田。俺はこの人間狩りの遊びを何回もやってきたが、こんなことは初めてだ。どうだ、俺と一緒に殺人クラブをやらないか。日野は爽やかな顔で笑った。バカ言うな、死んでもお断りだね。そうか、残念だ。お前ならいい相棒になると思ったんだけどな。裏切った連中は全員始末した。風間も進藤も細田もだ。もう誰もいない。そして俺ももうすぐ卒業だ。お前なら俺の後を継いでいい部長になれると思ったんだがな。どうだ、考え直さないか。やだね、強情っぱりだな。まあ仕方がない。それじゃあ諦めよう。殺人クラブは俺の代で終わりだ。僕は話しながら一歩ずつ日野の待つ校門へ近づいていった。日野、一つ聞きたい。なんだ、殺人クラブなんて何のためにある？よくぞ聞いてくれた。人間はな、ストレスというものがたまる。だけどエリートはストレスがたまってはいけないんだ。そのためにはどうする？そう、ストレスになりそうな存在を排除する。腹の立つ人間は一人残らず殺してしまうのさ。そうすればストレスもたまらないし、自然とストレスも解消できる。楽しいぞ、こんな素晴らしい方法他にあるか？お前は頭が変だよせやな頭が変やわ、どういう表現がしっくりくるかと思ったけど、せやな、頭が変やわありがとう、褒め言葉として受け取っておくよ。凡人に天才の考えることはいつの世の中でも理解されないものさ。そろそろ終わりにしようぜ。日野はナイフを取り出した。僕には避ける力も残っていないだろう。僕は黙ってポケットの中に手を突っ込んだ。ポケットの中には、あはは、歩くのもやっとじゃないか。それに引き換え俺はピンピンしている。勝負はするまでもないな。さあ死んでくれ。そして6人の落ちこぼれと1人の先生を殺した犯人になってくれ。そして日野はナイフを振り回しながら突っ込んできた。僕に残された道は一つだけ。どうする？保存保存。ポケットの中には何が入ってる？振動から奪ったナイフか。ベルトにつけたトンカチとノコギリどこ行ったん？あえて刺されるとか謝るとかないよな。よくわからん、一番よくわからん、わざと倒れるをやってみようか。僕は顔を苦しそうに歪めた。そのまま地面に倒れる。もしかしたら毒が効いてきたと思ってくれるかもしれない。日野は僕に近寄ってきた。なんだ、解毒剤を飲んでないのか。かがんで僕を見る。まだダメだ。なるほど。一瞬で飛びついてナイフを奪い取るにはまだ遠い。がっかりさせてくれるな。日野は肩をすくめた。うわ。そして次の瞬間、僕の上に覆いかぶさった。羽を切る間もなく胸にナイフが突き立てられる。熱い、しびれるような感覚に全身が痙攣した。日野は嬉しそうに笑っている。とどめだけは刺させてもらう。俺の楽しみを奪ったせめてもの罰だぜ。うわ、もうディオみたいなやつ。スタンドで心臓を握って止めてても、あ
かんっていうな。罰だと。必死に声を絞り出す。そうさ、俺が気に入ったやつを殺人クラブに入れたのは何のためだと思うんだ。日野は血のついたナイフをペロリと舐めた。殺人をしているとだんだん自分が神のような気持ちになるんだ。それなのにつまらない人間だったと思い知らされた時の奴らの顔を考えてみろよ。え、どういうこと？なんだって？それはつまり最後にはあの6人も殺すつもりだったということか。絶望のうちに死んでいく奴らを見るのが何よりの楽しみだったのにな。とにかく責任は取ってもらうぜ。ああ、やられた。殺人クラブに入ると言ってみようか。待ってください。僕、やっぱり殺人クラブに入ります。僕は大声で言った。もちろん本気ではない。安心させておいて隙を見つけようと思ったのだ。へえ、考えが変わったのか。日野がニヤッと笑った。それなら俺の靴を舐めろ。前にもやったんだからできるよな。前にもやったっけ、そんなこと。この上まだ僕を恥ずかしめようというのか。どうする？舐めよ。わかりました。僕はひざまずき日野の靴に顔を近づけた。やらなければ殺されるんだ。情けなさに涙ぐみながら僕は靴を舐めた。どうやら本気のようだな。立ち上がれ。日野は僕を立たせた。それじゃあお前を殺人クラブの仲間と認めよう。これを飲めよ。ほっとする間もなくアンプルが渡された。今度のは小さめで液体の色も薄青い。今度のは毒じゃないぜ。いや、これ毒ちゃう。これ日野はそう言ってニヤニヤしている。飲んでみるか。これあかんと思う。飲まない。飲めません。僕は首を横に振った。日野の目がキラッと光った。そう言うと思ったぜ。日野の腕がざっと振られた。一瞬遅れて喉がカッと赤く熱くなった。お前だからノコギリとトンカチはナイフは。目の前が赤く染まる。喉をかき切られたんだ。助けを呼ばなくちゃ。でも声が出ない。ヒューヒューと息が漏れるだけだ。僕は倒れた。最後に見たのは僕の返り血を浴びて笑う悪魔のような日野の姿だった。もうクソむずい。殺人クラブに入ります。靴舐めます。なんか飲みますと。僕はアンプルの中身を一気に流し込んだ。喉の奥が一瞬スッとして、それからカーッと熱くなる。どうだ。日野がニヤニヤしながら聞いた。なんだか熱い。それになんだか体の奥から込み上げてくる力を感じる。さあ、それじゃあ今日から早速活動を始めるぜ。お前にも殺したい奴くらいいるだろう。日野が言う。当たり前じゃないか。学校へ来るときいつも吠える犬の飼い主、僕よりいい学校に入った息子をいつも自慢する近所のおばさん、予習していない時に限って僕に当てる英語の先生、それに日野が僕の肩を気安く叩いた。なんやこれ、なんか怒りが増幅する薬なんか。気安く叩いてくれたな日野は。まあ気長にやろうぜ。獲物は逃げやしないんだから。そうだな。僕は少し考えてそれからうなずいた。日野に飲まされた薬は一体何だったんだろう。そんな考えが頭をよぎった。でも別にいいか、そんなこと。僕にはやることが山のようにある。今なら何でもできそうだ。日野が笑っている。きっと彼とはこれから長い付き合いになるんだろうな。新しくできた親友に。僕も微笑みを返した。いや、これもあかんやろ。これもあかんよな。これも違うと思う。くそ。謝るか。謝る。すいません日野さん、許してください。僕は頭を下げた。日野の言う通りだ。僕にはもう戦えるほどの力はない。日野はにやりと笑った。へえ、急に態度を変えるな。何か企んでいるのか。違います。もう限界なんです。何でもしますから許してください。
それなら俺の靴を舐めろ。前にも、ああ、一緒や。一緒やわ。え、じゃあ靴を舐めるのが嫌だという。嫌だ。僕はきっぱりと言った。そう言うと思ったぜ。ああ、もう喉切られた。くっそ。え、もう無理かこれ。何かやり残してるんかな。何かやり残してるから、やられるんか。あとはこれしか残ってない。日野のナイフにあえて刺される。さあ日野、狙いを外すなよ。僕の腹に思いっきりナイフを突き立てろ。僕は叫んだ。へへ、諦めたか。日野が笑いながら突っ込んできた。お、これ、この選択肢やったんや。僕は日野のナイフに全神経を集中させた。これが最後の賭けなのだ。僕の運が強ければ絶対に成功する。狙いを外すな。日野のナイフを正確に受け止めるんだ。外れれば死ぬ。楽になんな。ぐ。僕の腹に鈍痛が響く。次の瞬間、日野の顔に失望の色が広がっていった。それは日野にとってあってはならないことだった。貴様、測ったな。どうした日野、顔が真っ青だぜ。僕は左手で腹に突き立てられたナイフごと日野の手を握りしめた。そして右手はポケットからシャープペンをまさぐり出す。一瞬の猶予もない。僕はためらいもなく右手を突き出した。ぐえ。シャープペンは日野の喉を直撃した。パーッと真っ赤な血が飛び散る。そんなヒューヒューと傷口から息が漏れる。そして日野の目はぐるりと回転し白目を向いた。操り人形の糸が切れたようにペシャッと地面に倒れる。死んだんだ。僕はワイシャツの中から命を救ってくれた窓枠を取り出した。窓枠かえ。マジか。今にも折れそうなこんな腐った木が僕を助けてくれたなんて。手の甲で顔を拭う。べっとりと日野の返り血がついた。このまま帰ったらきっと家族は驚くだろうな。窓枠のこと完全に忘れてた。いや、それよりもだからトンカチとノコギリとナイフ、どっかで捨てた描写あったっけ。僕はクスクスと笑った。同時に涙が溢れて止まらなかった。僕は勝った。なのにこのやりきれない気分は何だろう。子供のようにしゃくり上げる。僕は人殺しだ。その時朝日が差し込んだ。まるで僕の罪を告発するように。ああ、しゃあないよな。これをグッドエンドとするしかないよな。セーブする。あれ、エンディング一緒なんか。これグッドエンドなんかな。ああ、押してもた。これはグッドエンドということなのかな。判断がつかへんから、それはもうコメントに教えてもらおう。これが殺人クラブっていう話か。いやー、すごかったな。いやー、まあ編集も大変だと思いますけども、当時スーファミでプレイしてた子供たちはほんまに大変やったでしょうね、これね。いや、でも面白かったな。なんか幽霊とかお化けとかそういうもんよりやっぱ生きてる人間が一番怖いみたいな。怖さがありました。が
構あの実況一区切りつく感じかな。これ多分すごい学校を象徴するような話だったのかなという気がしてるので、じゃあスタッフロールもまだまだあると思うんですけども、ここで終わらせてもらいます。ありがとうございました。長いことお疲れ様でした。また次、次回、まあ、あるかどうかちょっと分かりませんけども、あったらよろしくお願いしますということで、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。